今日はですね、まあ、2週間ぐらいちょっと倒れてたことを少し反省もしまして、まあ、できるだけ歩こうということで歩いてちょっと用事を片付けに出てます。でついでにまあ、ちょうど今時間昼前になるんですけど、まあ、昼前の街の様子をですね少し撮っていこうかなと思ってます。でここはP2P バスの始発といいますか、まあ、ステーションになるんですけど、まあ、P2P バスというのが、まあ、直行バスですね。場所はちょうどグリーンベルトから、まあ、少し西に出たところになるんですよ。まあ、国的地への直行のバスですね。まあ、この時間帯だと乗る人が少ないので行列も何もありませんけど、割とクーラー効いたしっかりしたバスが走ってますね。ビスタモール、ここは大学院になるんですけど、まあ、こういうホール系は全部使えないんで、今のうち工事してますね。この正面がグリーンベルト1の車寄せというか正面入り口ですね。でここがサンデーマーケットをやってる駐車場です。まあ平日は駐車場として一部利用されてますね。でこのガンボアというストリート、これをちょっと歩いてみたいと思います。この通りはですねオフィスビルとコンドミニアムとホテルコンドコンドテル、まあ、そういったものが建ってるエリアで、まあ、1階にはこういう、まあ、中華料理屋さんですけど、ここも多分テイクアウトと宅配をやってるんでしょうね。こちら側がワシントンパーク、サロンも閉まってますね。この辺もオフィスとか、あ、横浜タイヤも閉まってるんでね。ネイルスパも閉まってる。不動産屋さんは開いてますね。
これイートンパークビューグルンベルト、まあ、コンドミニアムですね。ここはこんな感じの、ここがまあ本ホテル、ホテルですね。こういうあの ホテルサービスを スピアクティブパークも閉まってます。ああ、ここもアルベロ立つんだな。パークフォードステータス、アヤラ系ですね。これがサルセドストリート。まっすぐ歩くとマカティメディカルの前まで行きますね。ここもちょっとしたバーだったんですけど、はい、1年以上経ちますから閉まってますね。クレバーだったんですけどね。ザ・ブラインドピック、おしゃれですね。ここもエステートワイン、ワインショップ、割とおしゃれなワインショップとかアパレルとか、改装してたりしますね。
割と古い建物が多いところではあるんですけど、割と静かで、まあ利便性も場所もいいからですね。オフィス構えたり、まあマカティに出張で来る人なんかはこの辺いいでしょうね。ホテルも三つ星と四つ星と、割と長期滞在に対応したホテルコンドみたいなのが立ち並んでますから、おお、獅子屋さん、コンドミニアム、あ、体ファクトリーがあったりする。ここが有名なサマセットミレニアム、日本食店だったんですけど、日本食店オープンすぐにパンデミック、去年の3月ですかね、閉鎖になりまして、レストランになってますね。バーレストラン、このサマセットは今ホテルコンドなんで、ホテルの一室一室をまあコンドミニアムのオーナーと同じ仕組みで購入ができる物件です。まあもちろんビル全体の所有者の割合でいうと、まあ外国人 40% っていうことになるんですけど、売り手が外国人の場合は我々日本人も買うことができます。友達が3つ持ってるのかな、2つかな、ユニットを持ってまして、で1人でこっちへ来る時は、まあ、ホテルなんでそこにた、まあ、無料で泊まって、まあ、もちろんリネンとかその何サービス料だけっていうことなんですけど、で日本に友達がいる時はまあ、その部屋はホテルとして普通に運用されるんで、このホテルオペレーター会社サマセットさんがホテルの一室として普通に貸してるんですね。日本にいる時にはまあ毎日稼いで部屋が勝手にですね、でこっち来た時にはまあ部屋代としてはタダで泊まれると。日本とフィリピンとどうでしょうね、月1回とか2ヶ月に1回とか、まあ仕事上来る人とか遊びに来る人なんかの賢い、まあ、資産運用ですよね。どうしてもコンドミニアムだとこっちは管理会社がしっかりしてないんで、いろんなことをオーナーが直接しないといけないっていうのが、まあ、欠点ですね。日本のようなシステムにはなってないので、大家さんが自分で何もかもやると。でブローカーもいるんですけど、たとえ資格を持ってるブローカーであってもやっぱなかなか信用ができないと言いますかね。
まあ、入居者がいるのに入居者いないことにして家賃をねずっ と盗まれてたり、やっぱり現地で見てる人がいないというと、まあ、結構悪いことしますもんね。性善説じゃなくて性善説で物を見てる方が悪いっていうのが、まあ発展途上国の特徴ですからね。あそこも人気があるな。いい匂い。実はこの通りの、あ、もう一つ向こうの通りに有名なフレンチ料理屋さんがあるんですけど、まあ、もちろん今閉まってるんですが、結構この一角っていうのは隠れバーがあったり、そうですね、 Google の評価で 4.5 のレストランが2つぐらいあったり、まあ、日本食屋さんも割烹があったり、なかなかパンデミック前なんかはおしゃれな一角ですね。まあ、目の前がレガスピパークがあったりワシントンパークがあったりする地域なんで、まあ綺麗で落ち着いた地域ではありますね。雨が降りそうですね。まあ雨季なんですら仕方ないですけど、ちょっと散歩を中止して戻りたいと思います。